リカさん助けてください。知らなくもないけど書く。私は魚のさばき方がわかります。今ほらこういう時代だからさ、調べればいくらでも YouTube 先生とか出てくるよ。いやーでもはるか先生に教わりたいな。いや私わかんないよ。わかんないよ。でもさばきここでできてるなら開けばいいんでしょ。開きたいです。フライにしたいんです。フライね。はい、なんか三枚おろしみたいな。やった。でここを後でスプーンで取ったら、はい、なめろうになるよ。じゃあそこをかき集めて。そうだ、じゃあ、はい、かき集めがかり。かき集めします。メバルは塩焼きに。はい、全部 塩振ってるものとかなるって言ってましたね。こんな大きい味すごいね。すごいですね。釣りやってる人が全然いなくて、お父さんとかもやらない？にゃん、そもそも群馬。おで逆にはるかさんの周りに行ったんですか？で私はね、家族で毎年キャンプに行く家族だったから、はい、そこでなんか釣り堀とかニジマス釣りとか、そう結構してた。すごい。じゃ釣り堀みたいな。あとねおばあちゃんも、はい、お父さんも。弟も、はい、みんな調理免許、調理師免許持ってる、調理官。すごいですね。なんでそんな、なんていうの、たまたまだと思うけど、おばあちゃんはずっと病院のご飯を食べてて、そうそう。すごいですね。お父さんの弟は、はい、魚屋さんだった。うん、なんか誰が魚好きだったかな。そこに囲まれていたんですね。そう。なんかちょっとだんだんさ、身があんまつかなくなった。いい感じになった。はい、少なくなってきました。ラーメンちゃんもやる。あ、ちょっとやってみたいですね。カメラ意識しすぎてるから。あ、ちょっとガリガリ揺れそうだよね。そうそう、ちょっと怖いよね最初ね。怖いですよ。思いっきりいっちゃっていい。サーブ位置違う。そしてちょっとで、ひっくり返して、そしてこう、なんだなんだ、こういけば手切らない。ご調査いただいて。ああ。分かってないよね。で、こう。こう押さえてるから、シュッてなってもさ、手、ブレってならない。ブレって、あ、確かに。危ない、今の手が切れちゃう。二の舞になるとこだった。危ない。本当だよ。あ、これは大変。骨抜きの人すごい。骨抜きやばい。ピンセットあればシュッシュッシュなんだろうけど、うちのおばあちゃんとかみんなめちゃめちゃ魚をさばけるからさ、丸ごと。そう。すごいですね。長代とかでおばあちゃんがシャシャシャってお魚をさばいてお刺身にしたり、なんかいろいろ余ったとこガラス入れにしたり。すごいですね。そうね。さばける方がなんか安く買えるんで、だからいっぱい食べられるの。お刺身をおばあちゃんにすると。そう。そうですよね。どこだらけの人はバナナボタン。やばい、もう鱗になりそう。
それしたら、じゃあ塩を作って、はい、焼く、フライを揚げる。塩焼きって簡単でしょ。そう、シンプル。シンプル。その塩加減も難しいですね。でもご飯のおかずにするなら、ちょっとしょっぱい方がまあ、いいんじゃないかな。開きすぎて、はるかさんにも怒られました。なんでこうなっちゃったんだろうな。ということで、ここまでできたので、アジフライとこっちは鶏肉です。揚げていきます。ヤマメちゃん美味しそうだよ。どう？やば、これちょっとやばい。めっちゃ美味しそうですね。いい感じに。すごい。あ、これはですね。これももう温めてますけど。あ、そうです。やばいっすね。いいね。最初ね、はい、うわーってなったよ。なったよ、びっくりした。できました。おいしそう、アジフライ。
揚げだけ、揚げたけど、なんかチキンフライ、チキンカツカツもうすぐあるんだ。下手したらカツカレーにして食べる。そう、ね、絶対いいと思う。めっちゃ美味しい、ね。味フライで、こっちはチキンカツ。今日はキーマカレーなので、カレーに合わせてカツです。こんな感じです。